サザーク橋は、サザーク区とシティオブロンドンを結ぶ、テムズ川に架かる、アーチ橋である。建築家のアーネスト・ジョージとバシルモットによって、設計され、サー・ウィリアム・アローカンパニーによって、建造、1921年に開通した。橋の中間の西側の壁には、以下のような銘板がはめ込まれている。リ。 ビルトバイザ・ブリッジ・ハウス・エステーツ・コミッティ以前のサザーク橋は、ジョン・レニーによって設計され、1819年に開通した。3つの巨大なアーチを、花崗岩の柱で支える構造であったことから、鉄の橋として知られていたロンドン橋と比較して、石の橋と呼ばれていた。完成当時は、アーチの長さが240フィートにも及んだことで、注目を浴びた。 小説家、チャールズ・ディケンズは、自身の作品、リトル、ドリッドなどで、しばしばこの橋について言及している。現在の橋は戦術したように、別の建築家によるものである。イギリス指定建造物の第二級に指定されている。橋の東側には、テートモダン、クリンク刑務所博物館、グローブ・ザ・フィナンシャル・タイムズの建物などがある。ありがとうございます。